やっぱ蹴らねえか。てめえ、一体何者だ。地球育ちのサイヤ人らしいぜ。どうでもいいけど、あんたら油断しすぎじゃねえの？やっぱ蹴らねえか。何者だ。地球育ちのサイヤ人。
らしいぜ。蹴らねえか。育ちのサイヤ人らしいぜ。けど、あんたら油断しすぎじゃねえの？どうなってるんだ？
奴の戦闘力は間違いなくたったの5000だというのに。やっぱ蹴らねえか。育ちのサイヤ人らしいぜ。どうでもいいけど、あんたら油断しすぎじゃねえの？攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために。あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつに あんなパワーが。これでわかっただろう。無駄な戦いはやめて、この星から出てけ。悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが、でも足も出せないまま、やられるなんて。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴をミスミス逃がしたんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。フリーザ、海王様が言ってたやつか。オーラも修行してずいぶん強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅんか。そういうことだ。
フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。いくらなんでもちょっと大げさなんじゃないか。見ただろ、今の悟空の凄さを。 あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜわかるんだ？もしここドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くなるはずだろ。だがさっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。シェンロン？なんだそいつは。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やった。ん？二つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが。あっちの方角に通液を感じる。多分そいつがフリーザだろう。あの方向は。大変だ、最長老さんところだ。まずいぞ。フリーザのやつ、願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら、絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ。なんだと。よし、クリリンとゴハンはドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。わかった、早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをプルマさんのところに取りに行かないと。ああそうだな。よし、行ってくれ。気ぃつけてな。頑張れよ、悟空！ベジータはオラと一緒に来てくれ。ギニューとかいうやつらを迎え撃つ。ちっ、まあいいだろう。おめえも死にかけて、全開してから力がぐんと増えたはずだ。ちっ、知ってやがった。